はい、こんにちは。今回はマルシンのモデルガン、ワルサー PPK サイレンサーモデル、リミテッドメタルフィニッシュ、ご紹介したいと思います。このね、ピッカピカのメタルフィニッシュですね。以前ポイントのね、ガスガンの時にちらっとね、登場してもらいましたけれども、今日はこいつを主役にご紹介していきたいと思います。もう鏡みたいにテッカテカですね。いろんなものが映り込んでしまいそうで心配な感じですけれども、まあいいや。はい、刻印がこんな感じで。これはなんか非常にね、なんかお得なモデルということでね、私購入したものなんですけれども、まあ、お得な理由は後からどんどんご説明していきますけれども、やっぱりこの辺りの刻印がしっかり入ってると、私もね、動画を上げるようになってコメントいただいている皆さんから刻印の楽しさを伺いましたけれども、まだまだ浅学非才でね、刻印の細かいところまではわからないんですけれども、楽しいなっていうところまでは分かってきております。グリップの左右のはめ合わせなんかいかがでしょうかね。で、これね、マガジンもね、綺麗にね、あ、ちょっと油がいっぱいついてるな。ちょっと魔法の布でね、マガジンを拭き上げて、あんまり余分なオイルがついてると良くないんでね、うっすらがいいんですよね、オイルは。ほら、ここの刻印なんかは、ちょっとそそられますね。こっちにはないですね。でもちろんマガジンは、PPK、ね、昔ながらのモデルガンのマガジン通り、こうやって腕玉くんがくっつくようなスチールでできています。他に銃本体の部分はスチールのところはなさそうですね。ラインヤードのところは、リンクのところは、これがもしかしたらって感じですけど、これもつかないですね。はい、今日もね、お供はフォアローゼスで、なんとなくね、ドイツのスパイの雰囲気を出そうかなと思ってね、ちっちゃいカメラとね、このドイツ製のモンブランに偽装したね、これは毒ガスがね、注射針でピュンって出るやつですね。で、これはこの形ですけれどもね、弾が一発出る銃ですね。もちろん全部冗談ですからね。でね、ウイスキーだけアメリカでね、グデタマ君はね、日本製っていうのがちょっとね、あれですけれども。やっぱり PPK はね、さすがにね、私の手でもね、小指が余るっていうぐらいで可愛らしいね。まあ本当にね、スパイ映画とかではね、よく活躍した銃でもあり、また私が最初に買ったモデルガンはこれのスライドアクションものだったというのはもう散々お話ししてきた通りでございます。で、この銃はですね、こういう素っ気ない段ボール箱に入って売られてきたんですけれども、おまけがいっぱいというのはですね、まずこの箱の中にですね、銃がこう収まっていますね。で、これ以外にね、別箱がついてくるんですよ。これはここに入ってきます。まず入ってくるのはですね、フィンガーレスト付きのマガジンですね。はい、それと、まあ、発火もできるんで、発火用の、キャップ火薬を詰めるためのジグと、この怪しげな道具、もちろんこれこうしてね、こう何かにね、棒あるいは板みたいなのを刺してくるくる回すんだろうなっていうところまでは想像がつくんですけど、これは何に使うんでしょうかというところですね。で、その使う先がですね、このシルバーサイレンサーノーマル仕様バレル入りと書いてあるんですよ。ノーマル仕様バレルまでついてくると、こんな感じで、これこれサイレンサーとノーマルバレルです。
でもファイアリングピンね入ってましてね、でこれで普通のモデルガンとしてねブローバックさせて遊ぶこともできるわけですよね。なんでこんなおまけがついてくるんだろうと思ってたら、梱包がやけにでかいななんて当時思ったら、これで私買ったんですよ、カート50発入り。こんだけやりゃ大概遊べますよね。はい、こんな感じでね。でこれはもちろんあのプラグファイヤーカートですね、通常のね。はい、中身はで弾頭部がねこの別色っていうのはねプラグファイヤーカートの中でもね珍しいんじゃないかなと思います。これがねいっぱいついてくるんですよ、こんなに、まあ、当分困らないという感じですね。でじゃあそのサイレンサーはどうやってつけるんだっていうと、ちょっと銃後部を見てもらってもネジ穴も切れてないしなんてちょっと頭を悩ましてるとですね、取説にちゃんと書いてあるわけです。このパーツを見ていただきますと、なんかここ別パーツになってますよね。これがね外れるんですよ。クリッ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 と、はい、で、ネジが露出しました。そこにですねこのメスネジになってるサイレンサー、いいですね、サイレンサーの中にもしっかりねあのインサートが入っていて好感が持てますね。これはねアルミだと思いますんで、ちょっと斜めにするとすぐ噛んじゃいますから、きちんと芯を合わせて、回していってください。すいません、やっぱりちょっとこれ横着しちゃダメだ、危ない、ちゃんとこうしよう、ね、重力に任せつつ手でコントロールして入れていきますと。そうするとこんな感じでつくわけですね。で戻すとこういう外観になりますと。よし、ちょっとサムネ用の記念撮影をしますんで、なんか虫が飛んできたのは、なんだこりゃ、こんな感じかな。はい、どうでしょう、ルックス、サイレンサーは生えてますかね。なんかこれだけでかくて長いサイレンサーだとさすがに音消えそうな気がしませんか。まあ、実際ねブローバックしてしまうとね、このエジェクションポートのところからとかね、結局ガスが漏れてるところは音も漏れてるっていうことになるんで、それなりに音は漏れてしまうとは思うんですけれども、それでもそこそこ消音効果がありそうな気がしてくるから不思議じゃありませんか。でついでにマガジンもね、このフィンガーレスト付きのねものに変えてやると握りやすさがぐっと増して、ルックスも見慣れた PPK になるということですね。どうでしょう、サイレンサーね、いいですよね。これで撃てるのかな、撃ってみたいなって気もしますけど、撃たない方がいいかなって気もしますよね。正直この銃これだけの仕上げだとね、で PPK 他にも持ってるんで、ちょっとこいつは撃たないでいようかななんて思っています。で撃たないどころかですね、実はこれカートの装填もしたことはもちろんありません、まあ、今回ね特別サービスで、またねこういうね特別サービス大体失敗するんですよね。どうなのかな、ちょっと一発だけやってみましょうか。でこのやっぱりね PPK もねモデルガンでもね、このローディングインジケーターがうわライブだね、 PP の時もそうでしたけど、あ PP よりねこいつの方がねなんか手触りいいぞって感じです。いいですよね、触ってね、おロードされてるなということでね。でまあ打ちますねと、で引きますねと、でホールドオープンしますと、のこのこ
会長そうなんで3発ぐらいやってみましょうか。マガジンをチェンジして一発目が入りますと、バチッと打って、おなんか、おすごい、引っかかりはあったけどピキーンと出るな。カートが軽いせいかかなりスムーズに出ますね。やっぱり PPK って楽しいな。あの童心に帰りますね。昔遊んでた、あのたくさん遊んだモデルガンだと、ちょうど手がね、こうなんか、なんていうのかな、感覚的に覚えてるっていうんですかね、触覚で遊べるというかですね。ちょっと今度は皆さんから見える方向で、こんな感じですね。なかなか調子よく遊べそうなモデルではありますね。まあ、あとはね、メッキが持ってくれればいいんですけどね。でさっき外すときはね、これあの別にシリンダー、あのスライド引かないでつけたんですけれども、つけるときはね、スライドに傷もついてしまいますんでね、やはりこの形でこういうふうにこうつけて、ちょっとせっかくだからサイレンサーがついた状態で相談廃墟バランスを感じてみたいな。いや、このモデルガンのね、素朴な遊び方いいな。弾も出ないし、ちょっといっぱい、この角度こんな感じかな。で打ちました。ピャーピャーピャー、サイレンサーがついた状態でホールドオープンするとこんな感じになります。なかなか迫力ありますね。別にサイレンサーでね、何かが、まあ消音以外の効果があるとも思えないんですけれども、小型拳銃がね、中型、大型の仲間入りみたいな感じでね、ガンとなんかこう破壊力を増したような気にさせてくれますね。まあロマンのおもちゃですからね。はい、うん、いいな。ちょっと重量を測ってみましょうか。サイレンサー付きでどのぐらいだろうっていうのをまず測っちゃいます。サイレンサー付けても391ですからね、かなり軽いモデルですね。でサイレンサーをじゃあ取ってしまうと、よく映画の中とかサイレンサー撮るシーンかっこいいですね。で、しまったりしてね。単体重量ではこのパーツがあったな。304ミリになりました。あ、4グラムになりました。もう軽っ軽ですよね。はい。もちろん ABS にメッキでしょうから、軽いのは当たり前ですね。このモデル私非常に気に入って、もう箱、まあ、時々見ては、あとは箱に入れてしまってるんですけれども、ちょっと残念なのはね、トリガーガードのところだけはね、ちょっとこの色でね、もう普通の、ブラックモデルと同じ色になってるのはちょっと寂しいかなってところですね。じゃあパーツを戻してちょっと格好を見てみましょうか。外寸とかがちゃんと合ってるかどうかをね、これ本当に著作権に触れねえのか、なんか注意事項とあったら皆さん教えてくださいね。私ね、あの YouTube 素人なんで。またこの原寸大のね、本で比べてみるとね、いいと思いまして、この銃かどうかはまた別ですけどね、まあ、とりあえずどうでしょう。ほら、私から見るとピタッと合ってます。なかなかですね。縦は難しいな、これこうか。前はもっと難しいな、こうかね、合ってますよね。信じられないですね。昔のモデルガンってもっと適当だったと思いますからね。
あ、私から見るとね、もうピタッと合ってますね。はい、こんな感じでね、外寸もそこそこ、合っているのかなというふうに思います。でやっぱり嬉しいのはね、値段確かに張るんですけれども、サイレンサーはついてきます。ノーマルのバレルはついてきます。何より割とお高いプラグファイヤーカートが50発もついてきますということになると、まあ、結局お得な商品なのかなと。あと予備マガジンがついてきますね。そうすると結構お得な、ここにも刻印入ってますね、モデルガンなのかなと思って満足してコレクションしている次第でございます。ね、まあ、ヤガンと違ってね、パンパンパンなんてアクションもないんでね、申し訳ないんですけれどもね。これも別個体の発火の方はね、今回10月の半ばに来るはずのね、シグの P228 なんかと一緒にね、何丁かは引きずり出されてね、一緒に撃つことになると思いますね。あと蔵出し動画が結構昔撮った発火動画が溜まってるんで、これもまあ再編集して多少画質は落ちますけれどもね、バドルフィンなんか見てもらった方が面白いかもしれないですね。もうやたらとね、火花吹いてますよね、こっから。何しろフル音ですから。まあ、そこ行くとね、PPK なんかはね、同じマルシンさんではね、25じゃなくて、コルト、ポケット、コルトジュニア、あれが結構ね、会長に私のやつは動いたのが、古い動画の方にありますんで、まあ、発火動画のきちんとしたものが上がってくるまでの間、そちらの方もお楽しみいただければ幸いです。いかがでしたでしょう。なんかマルシンさん、なんでこんなやる気になっちゃったんだろうっていう、なんかよくわからないんですよ、このモデルのコンセプトが。だから他の、いろんなね、からくりものもそうなんですけど、マルシンさんはね、なんかね、こう時々こうバッバッと間欠泉みたいに吹くんですよね。だその吹いたタイミングをね、見逃しちゃうとね、今私なんか全然ショップの方に足運んでないんでね、ほんとしっかり目を光らせておかないとね、マルシンさんの動きについていけないみたいなね、ところがね、ありますね。はい、そんなところで今日はマルシンさんのモデルガンの方のワルサー PPK でした。刻印にマルシンって入っちゃってますね、これね。だライセンス契約とかする前のやつなのかな。まあ、それでもね、あんまり私は気にならないで大事にしたいと思います。あとはメッキがね、どこまで持ってくれるかっていうところですよね。ではまた。